皆さんこんにちは。中学1年生の国語ですね。今日は語句の意味っていうことで、それぞれの言葉の意味をですね、ちょっとですね確認していこうと思います。テキストでは9ページでやってますけれどもね、もう一度復習で、確認してみてください。はい、ではですね、まずは一番骨が折れるから参りましょう。骨が折れるって本当にパキッて骨が折れるってそういうわけじゃないですよ。そういうわけじゃないですね。はい、この骨が折れるっていうのはですね、非常にですね苦労して大変な思いをするっていう形の意味合いなんで、労力を必要とすると、そんな意味になりますね。一生懸命ですね、苦労して大変な思いして、まあ何かを成し遂げる、そういう時に骨が折れるという意味になりますね。はい、そして押す、あることを元にしてっていうことなんですけど、この押すっていうのは物理的に押すっていう意味じゃないですね。あることを元にしてですね、考えるという意味になります。別に言えばですね、推測するね、まあこういう意味なんじゃないかなとか、こういう使い方、するんじゃないかなっていうことで、推測、あ、するまで書いておくかな、これね、推測するというような意味合いになります。それを押すという形でいいわけですね。はい、続けてですね、こちら、腰を抜かす、これ結構知ってると思います。腰を抜かすですね、非常に驚いてですね、もう本当に物理的に腰が抜けちゃってですね、立ち上がれなくなるね。まあ腰そのものがなくなるわけじゃないんですけれども、まあびっくりしすぎて本当に力が入らなくなっちゃって、おー立ち上がれないなんていうんでね、まあ驚きすぎちゃったりしてですね、腰を抜かすなんていうのはよくありますね。はい、そしてくすぶるなんていうのがありますが、何もしないでですね、これはですね引きこもるね、もう自分から何もね行動することなく引きこもることをですね、くすぶるなんて言ったりしますね。それからおびただしいね、これ度合いの程度がですね、まあ、ちょっとまた難しいかもしれないんですが、はなはだしいなんて言うんですが、まあ一言で言っちゃえば派手ってことですよ。もうとにかくすげえってことですね。度合いや程度、まあね、あまりにもですね量が多すぎるとかですね、もうですね悲惨な状況になってる、おびただしいなんて言うんでね、そういうのはなはだしいとかって言ったりしてね、もう派手なんだよってことをとにかくですね強調したいわけですね。で最後に頭を抱えるということなんですが、これはもう心配なことがあってですね、本当にね困ったなーって時に頭をね抱えたりしますよね。困り果てる、そんな意味になります。困り果てるんだよ、ね、どうしようどうしようって言うんで悩んだ時にね頭を抱えたりするっていう形になったりしますね。はい、というわけでですね、こんな形の語句の意味もですね、ぜひとももう一度ですね復習してみてください。それぞれですね、ここでもね使いますし、日常生活でも出てくる言葉なんでね、こういったところを押さえておくといいでしょう。はい、ではですね、本日の国語はここまでになります。ちょっと短いですけどね、今日は語句の意味という形で確認させていただきました。また、次回にお待ちしておりますのでよろしくお願いします。じゃねー。